街にお城のような百貨店のキャッチフレーズでオープンしていない、衣食住をバランスよく配置した圧倒的な商品力で、柏市内統括地区はもとより、茨城県や埼玉県からのお客様からもご愛顧とご支援を賜り、その歴史を歩んできた私どもはいよいよ本日その歴史を閉じさせていただくことになりました。43年の長きにわたりご愛顧を賜りましたお客様方には心より御礼申し上げます。スタッフ一同その万感の思いを胸に、ただいまより皆様方とお別れをさせていただきたいと存じます。私どもそごう柏店では、地元のお客様に百貨店ならではのファッションや雑貨、そして食料品に至るまで幅広いアイテムを取り揃え、日々お客様と接してまいりました。本日の皆様とのお別れにあたり、そんなそごう柏店各部門より代表して参列させていただいておりますので、まずは紹介させていただきます。まずはじめはお得意様部と高級雑貨部門です。続いて婦人服飾部門と婦人雑貨部門です。続いて食品部門と紳士スポーツ部門です。続いて子ども部門と教育推進担当です。続いて総合案内所のメンバーです。そして店長の浮橋でございます。の町にお城のような百貨店として開店してから43年間、このそごう柏店で共にお客様と接したスタッフの数はとても数えきれません。そのすべてのスタッフを代表し、ここで感謝の気持ちを表したいと思います。43年のご愛顧、本当にありがとうございました。ここでそごう柏店全スタッフを代表し、株式会社そごう西部そごう柏店店長浮橋和美より挨拶を申し上げます。皆様、本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。そごう柏店はただいまの時間をもちまして閉店をさせていただきます。閉店に際しまして一言ご挨拶申し上げます。そごう柏店は1973年10月10日緑の町にお城のような百貨店をキャッチフレーズにオープンしました。当時柏市の人口は現在の約4割ほどだったそうです。皆様にご愛顧いただけるよう、開店1ヶ月前から20台の大型バスをチャーターし、地元千葉県をはじめ東京、埼玉、茨城を加え1都3県の訪問キャンペーンを行いました。そして迎えた10月10日天気は快晴。この店は白い壁に波形の窓が青空に映えるその姿で第一歩を歩み出しました。時が経ち、お客様のお買い物志向が変化する中、当店地元柏との取り組みに積極的に行ってまいりました。柏の名店が催し会場に集う柏商業祭
お客様が職業、お子様が職業体験できる柏まちごとキッザニアへの参加、またクリスマスシーズンには店舗外観を使ったプロジェクションマッピングも行いました。さらに本年ゴールデンウィークには柏駅前ウェルカムウィークスと題し、柏高島屋さんとの初のコラボレーションも実現しました。こうして43年間ご利用いただきましたお客様をはじめ、柏市商工会議所、地元商店街など地域の皆様のさまざまなご支援とご愛顧をいただき、今日まで営業を継続してまいりました。従業員を代表し、皆様からの言い尽くせないほどのご厚情に感謝申し上げますとともに、柏の地域、そして皆様に幸大きことを記念してご挨拶に返させていただきます。43年間ご愛顧誠にありがとうございました。ここで柏市商店会連合会会長でいらっしゃいます畔高敦史様より浮橋店長へ花束の贈呈がございます。畔高様、どうぞ前の方にお願いいたします。畔高様、ありがとうございました。地元の皆様と共に歩んできた43年間、たくさんのお客様の暮らしの中のさまざまなシーンでそのお手伝いをさせていただきましたことは、このそごう柏店に携わったすべてのスタッフにとって大切な思い出として深く刻み込まれております。改めまして心よりお礼を申し上げます。これをもちまして、そごう柏店は営業を終了とさせていただきます。今まで43年間本当にありがとうございました。今度はそごう各店、そして西武各店でお会いしましょう。ありがとうございました。